飛翔する、サシバサシバは、高木高がサシバ族に分類される鳥、別名大船。中国北部、朝鮮半島、日本で繁殖し、秋には南西諸島を経由して、東南アジアやニューギニアで冬を越す。一部は南西諸島で冬を越す。日本では4月頃夏鳥として、本州、四国、九州にト来し、標高1000メートル以下の山地の林で繁殖する。 全長は、オスは、およそ47センチメートルで、メスはおよそ51センチメートル。翼開長105センチメートルから115センチメートル。オスの成長は、頭部は、肺褐色で、目の上の白い眉板はあまりはっきりせず、個体によってはないものもいる。体の上あつらと、胸は、茶褐色、喉は白く中央に黒く、縦線がある。耐火面は、白っぽくて、 腹に泡褐色の横縞がある。メスは、眉ンがオスよりも明瞭で、胸から腹にかけて泡褐色の横縞がある。稀に全身が黒褐色の暗色型と言われる個体が観察される。主に、蛇、トカゲ、カエルといった小動物、セミ、バッタなどの昆虫類を食べる。稀にネズミや小型の鳥等も捕らえて食べる。人里近くに現れ水田などで狩りをする。 本種は、鷹の渡りを見せる代表的な鳥である。秋の渡りは9月初めに始まり、渡りの時には非常に大きな群れを作る。厚み半島のイラゴ岬、鹿児島県のサタ岬、沖縄県宮古列島のイラブ島では、差し場の大規模な渡りを見ることができる。なお春の渡りの際には、秋ほど大規模な群れは作らない。宮古島ではかつて渡りの差し場を捉えて食べる文化があった。 夜、木に登り、樹上で眠っている本州の足を握り、捕らえていた。また、子供のおもちゃとしても用いられることもあった。現在の日本では、鳥獣の保護及び管理並びに、飼料の適正化に関する法律によって捕獲が禁止されており、捕らえると処罰対象となる。宮古列島においては、差し場が飛来する季節には、 周知のためのポスターの掲示やパトロール班による見回りが行われる。また、イラブ島及び宮古島では1973年から長年にわたり、被害数の調査が行われている。稀に高がりに用いられた。ありがとうございます。